杉本修一講演会です。はい、無所属でね、あの活動をやっています。今日ね、手帳では街頭演説サボってしまったので、今から少しスピーチをして、今日中にね、YouTube チャンネルにアップします。風は涼しいからね、気持ちいいかなと。ただ車の数は少ないです。人もほとんど通っていないし、寂しいとこですよ。だからさ、もうちょっと若い人口を増やして、寂しくない街にねしていきたいかなと思います。日本人もさ、優秀な人たくさんいますもんね。自分の能力だけで発信力もあって、稼ぐ力もあって、実際にね、かなりの金額を稼いでいます。いやー、すごいですよね。自分も具体的なやり方というか、コツをつかんでね、いけば、多分不可能ではないのかなと思ってますので、前向きに、挑戦していこうと。はい、とにかく選挙はね、お金かかりますからね。本当に金融の知識というのは重要だなと。ですよ、投資のスキルはね、あった方がいいかなと思いますね。今日のドル円 FX は 112.6 ぐらいかな。そんなに高いと思います。なので、もしね、経験ができれば、1ヶ月でもいいのでやってみたいなと思っています。ただ2023年にはね、また統一戦がありますから、落選中でありますので、なるべく毎日ね、YouTube チャンネルとかアップをしていこうかなと思っています。で、政治家としては、障害賃金が下がってしまうと思いますが、企業にもやりますけどね、ただ優秀な人たちもたくさんいますので、規制緩和なんですが、岩盤規制も、ね、たくさんありますし、政府公務員はその利権特権で生活しているので、そういったものを守るための仕組みが規制だと思います。マネーレジャーを普及させるということと、日本人の金融資産を市場に持ってくるためにも、旅行を誰でも使えるようにするということも、そこそこ大きな効果があるかなと思います。日本国内にはその10億以上持っている日本人が3万人ぐらいいますから、プライベートヨットぐらい持っている富裕層もたくさんいる。ですからね、そういったものを誰でも使えるようになれば、交通の便もね、要は海のルートも開拓されると思うし、マリンレジャーも普及してくるのかなと思います。お金に余裕のあるセグメントも結構いますから、安心してお金が使えるような国にするということが一番重要なのかなと思います。他の国々では減税してますし、そのコロナショック対策 でロシアもかつては、個人所得税が日本と同じ不信課税だったんですが、それを含めて一般と課税に減税することで税収入が増えています。日本にも同じことは、ね、できると思いますので、本来ならば所得税を、ただ教える側がただの教育公務員なので、あまりこう、ちゃんと投資をして、その理覚して結果を出しているような人材に教育、金融の教育を、ね、やらせるべきだと思いますし、せっかくなら義務教育課程から金融の、ね、教育を導入した方がいいかなと思います。
なので2019年にまた統一地方選挙がありますので、まあ、県議会議員選挙に勝つことができれば教育の、ね、レベルアップができるようにその条例案を作っていきたいかなと思います。まあ、失敗をしても何度でも再挑戦できるような世の中をこう作っていきたいかなと。地方の、ね、選挙を目指しています。今子どもたちにとってもそのお金も重要ですが、要はやりたい仕事もやれるということをイメージして政治活動をしておりますので、また明日朝一からね街頭演説やっていこうと思います。で今日の分も今日中にね、アップしますので、お休みですからまた1週間、頑張っていきましょう。All right guys, thank you for watching. Smash like button and subscribe. See you tomorrow. Yeah, yoro. Bye.